あのギターの音熱いとか、このコード進行しびれるとか、ギブソンが渋いだとかよくわからない。こないだ言ったギター屋さんの店主の知識が薄いとか、マニュアル通りのひけらかしも飽きました。響かなけりゃ意味がない。どんなにギターが素敵でも、心がしびれたあの日のように、私にとって価値あるもの、ひたすら探すの。ああ音楽が好きだ、ああ歌うことが好きだ、それだけで歌ってはいけないのでしょうか。私のこの手で終わらせるの。皆様どうも、こんばんは。ね、私の知ってる兄さんの声だけが響き渡っておりますけれども、皆様改めまして、お久しぶりの方もそうじゃない方もこんばんは。ひらがな4文字で赤太郎と申します。本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。それじゃあね、もうね、悲しい曲はこれで終わり、今から盛り上がる準備できてますか？ええ、ありがとうございます。それでは参ります。可愛くない人寄っといで、ほらそこの兄ちゃん姉ちゃんばあちゃんぼ。あれが世間の常識だとさ、ちょいとばかりつまらないで。変わってるね君って、あその言葉は最上級の褒め。行きましょう、理想と現実のちょうどど真ん中。寄ってらっしゃい見てらっしゃい、寄ってらっしゃい見てらっしゃい、寄ってらっしゃいついてらっしゃい、理想と現実をどちらも生きるってやる。ね、体調には気をつけてライブを。そして今ね、緊急事態宣言が明けたので存分に楽しめるようになりました。嬉しいことでございます。そして男屋リブートさん5周年おめでとうね。え、私も今日ほらね、あからさまに来てますよ。このあ、ちょっと水がついちゃった。そうね、
すごい可愛いので、これちなみにあの私今古町シスターズっていうねユニットをやってるんですけど、杉山瑞希と同じ色でございますのでね、いつかあのこの T シャツを2人で着てね、ベレー帽をかぶって古町シスターズでまたここのリブートにも出たいなと思っております。イエーイ。その時はねここにいる全員が来ていただければいいなと思っております。それでは最近の世の中、言葉がね SNS で飛び交う時代ですので、本当に自分をしっかり保ってないと生きていけないなと思いまして、そんな思いをぶつけたタイトル、いちいちうるさいんだわという曲をお届けしたいと思います。太ってるとか華奢だとかおしゃれとかダサいだとか、字が綺麗とか下手くそだとか、いちいちうるさいんだわ。何受けてたらすぐ生き絶える、悪気のない言葉で殺される。身を守るだって思ってなくちゃ、私は高らかに声を上げる、安全装置を歌に込める、皆さんもお見受けする限りみんないい大人ですね。私も含めいい大人なので、子供心を忘れないでほしいという気持ちと、そしてここ男屋リブートはきっとね子供心を忘れない人たちが運営している箱ですので、皆さんここに来たら子供心に戻れるんじゃないでしょうかという気持ちを込めて、元少年よという曲をお届けしてみたいと思います。何が好きで何が嫌いかわからないことばかり、夢も希望も捨ててなんとなく生きるだけ、虚しいとか寂しいとかそんな言葉紡ぎ出すほどの気力も今は残ってない。人とは違うものが欲しい、人とは違う何が欲しい、口ばかり動かして体は今ベッドの上、頭の中から子にして見上げた空は丘だ、そういえば昔青が好きだったな。本を読むのはやめたくせに、どうでもいい空気は読み漁り、自分のことを知らないまま信じまうのは嫌だろう。もっともっと熱く生きるため聞こえるかもと少年よ、今日も明日も一つ一つ人生の宝物、さあ今からでも遅くはない。ハードロックでヘッドバンキングしてしまうとか、髪の毛長い子が好きだとか、動物園は苦手だとか、考えたって仕方ないさ、とりあえずアイスクリームでも食べに行こうか、時の流れに身を任せて、夢がリアルすぎて泣き晴らした目で起きた春先
日過去未来今毎日を彩る風景はいつしか私の生きる糧になって私の明日を励ますのよ。ほら昨日今日明日過去未来今一瞬一瞬過去に変わってゆく嫌なことも全部思い出になれ。じゃあねまたねまた来世で必ずやあなたにたどり着きたい。そしてまたかけがえのない時を刻んで笑い合いたい。だから最後は楽しく終わろうと思いますが、皆さんいかがでしょうか。ありがとう。それじゃあね、リブートがずっとずっと続いていきますように。そして赤太郎も体制してね、ここにまた来るときはここのチケットがプレミアム化しますようにそう願いを込めて大器晩成という曲を歌って終わります。ありがとうございました。赤太郎でした。最後の最後知ったその言葉を全て歌って発散するのさ。夢はいつも遠い若い時しか追えないなんて制限はするもんじゃない。今今今大器晩成そうこなくちゃ。最後の最後に笑うには今を楽しんでないとさ。大声で笑ってやろうぜ。酸いも甘いも糧にして。最後の最後に笑うには今を大切にせんとさ。最後の最後の瞬間は訪れるかわからんから。はい、人よ人よの独り言、誰しも抱え眠る夜もある。生きてりゃそんなもんだろう。一人で抱えるなよ。置いてかれたと慌ててはつまずくとすぐ泣いて引きこもり、愛してくれるあなたを遠ざけて過ごしたり。愛は愛で返す常に尊いものだ。だからあなたに出会えたこと今今晩成さ、これからだ。手拍子ありがとう。星月重ねて歌うのさ。何年経っても思いは変わらず、こうしてそばにいられるのは綺麗事だけじゃない。
私で末広がりに生きてくから、どうぞこれからもよろしくね。最後の最後に笑うには、今を楽しんでないとさ、大声で笑ってやろうぜ。酸いも甘いも勝手にして、大器晩成、私は YouTube やってます、よかったら登録してね。今年中2000人行きたい、そしたら